いっぱい浮かしますか。太どう、ここ太いよ、すごい、あ、怖いから剥がれません私。いやこのメスはでかいぞ、オスだと思ったんだけど普通に。ヨネちゃん TV、まこです。浮かれ浮かれいっぱい浮かハマってます。鬼滅です。鬼滅の歌とともに。全然わからん。わかったかな。全然わからん。わからんね、うん、はい、今子供たちとハマってるんでですね、なんか見てますね、はい、ずっと、はい、かなり楽しいです。うん、はい、すいません、今日はいっぱい浮かしました、しました。またちょっとラインナップが、そう今回はね違いますね、ちょっと違うんですよね、うん、うん、最近はまあオークワとか虹色とかギラファーコンフキーとかだったんだけど、まあまあ全然違うね。そうだね、うん、行ってみましょうか。行ってみましょうか。じゃあ早速やってみよう。ヨネちゃん TV。 はい、この子からでいいですか。そうだね、はい、じゃん。それは何ですか。こちらはスマトラオオヒラタクワガタアチェアチェアチェでございます。スマトラは初じゃない。そうだっけ。死んだふりしてるけど生きてます。一瞬死んでるかと思って焦ったわ。死んだふり得意だったっけ、アチェ。意外とほら何触覚、うん、は動くけど、ほら動いてるでしょ。うん、本当だ、よかった。よかったよかった。ちっちゃくない。ちっちゃいね。次こちらは同じくスマトラオヒラタクワガタです。お、オスかな、このボトルってことは。そのボトルということはオスじゃないですか。オスであってほしいよ。オスが見たいよ。ですね、うん、で、出た出たぞ。出た出た、オスだね。オス、おお、なかなか、こう、太っ、なかなか太っ、どう、顎太いよ、うお、すごっ、うお。スマトラってこんな顎太かったんだよね、そういえば。ちょっと測ってみません。これそんな大きくないよ、前いたスマトラよりちっちゃいと思うよ。そうかそうか、うん、でもちょっと怖いわ私、顎太っ。ちょっと緊張する、測るの。顎太、顎太いね。ほら怖い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 から、ここ怖いって、やばい、あ、怖いから剥がれません私。やってーやー、87ぐらいだったわ。あ、そう、じゃあそうしとこう。いい、もうちょっとほんと怖い私。いいね、すごいね。次どうする？そっちから行く？いつもの方から行っとかない？こっち？そのあたり。これ？うん。じゃあ次、国産オクワのせ YG。そのボトルは、はい、メスですよね、きっと。私ははいとは言い切れません。まあやるでね。どうかしてんのかな、これ。いや、黒は見えたよ。あ、見えた見えた。死んでそうなボトルなんだけど。死んでそうなボトル、死んでそうなボトルってない。わかるけど、あるよね。いや、黒いのは見えたから。マジ、ほんとなんかこの感触、死んでるボトル。生きてる生きてるでしょ。かわいい、かわいい子ちゃん出てきたよ。かわいこちゃんでしょ、これ。
よかった。お、なんかそこそこ。あ、ちょっと羽パカ？え？ちょっと羽パカ？え？どこが？あ、そうでもない。え、羽パカ？なんか大きくない？うん、そうかもしれん。ね。うん。なんか大きいぞ。ちょっと測ってみる？うん。40?50 は欲しいね。ああ、50足りんか。49.4。そうか。うん。49.5。うん。うん、欲しい、まあ。でもいいじゃん。いいよいいよ。次。同じ大クワだけど、アンバランス。はい。みずさんからの。そうだね。うん。もうね、この子ね、ほぼほぼ自力ハッチしてますよ。あ、そうなの？うん。多分、上にいるもん。ここにいる。ハッチ組？ハッチ組だと思うよ。あ、出てる出てる出てる。いい段階。出てる。死んだふりしてるね。生きてる生きてる。ほら、触覚動いてる。さっきよりちっちゃいね。ちっちゃい、だいぶちっちゃい。アンバランスってあれなんじゃない？やっぱ大きくはならないんじゃない？そうなの。極太で、わかんない。チャベスか。大きくなくていいって言ってたのは。じゃあ、こいつはあれかな。44だもんね。44。ちっちゃい。わからんよ。これで OK なのかわかんないけど。オリジナルグッズ、概要欄から Go Go! さあ、こっからですよ。こっからですね。やっと、我が、ヨネちゃん家の黄金帝国。始まりですか。ですかね。始まるかな。いっちゃう？こっから行っていい？そうですね。いやー、いいね。こちら、黄金鬼クワガタなんですが、モーレンカンプです。だね。はい。好きなやつや。お父さんは50ミリだって。うん。で、お母さんは45ミリ。そんなにね、大きくならない。そうだよね。うん、ババが一番大きくなるんだっけ、黄金鬼って。まあ、そもそもローゼンとババが。違うんだよね。うん、そう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 。だから幼虫の大きさじゃオスかメスかがちょっと分かんないんだよね。ああ、そうなんだ。うん。いらっしゃる。いらっしゃる。でもまだだいぶ赤いよ。あ、そう。うん。オスだね。オス？オスですよ。あ、本当だ。チビオスかも。いや、そんなもんじゃない。そんなもんかな。わかんないけど。どうせちょっと開けるのやめとく？うん、そうだ。まだ赤いからさ。うん。うん。はい。次行きましょうか。いや、モーレンは綺麗だからね。うん。でもこれさっき出したやつでしょ？ん？これ多分さっき出したやつだから、もしかしたらまだ赤いかもしれんよ。そうか。うん。いました。お、赤くないぞ、もうメス。うん、真っ黒やね。あ、けど、うん、いいですね。うん、完品だね。完品でございますね。うん、素晴らしい。あ、ほんと？ちょっと色づいてきた。うん、ドライヤー持ってきて。コアコちゃん、この色好きなんだよね、本当に。モーレンの色。そうだよね、このなんていうの、マットな、うん、そうそうそう、いいね。うん、じゃあもうこれでペアは一応成立しては。ああ、そっか、さっきの音いるね。うん、よかった。とりあえず途絶えなくて済みそうかな。そうだね。あとはまあ種があるかどうかわかんないけど、うん、うちで、うん、どうだろう、2ペアぐらいは置いておきたいよね、うん、ですね。まだでも黒っぽい感じだね。ね、うん、潜ってたから。そうじゃない、湿度の問題かな、うん、そうだと思う、うん、
まずはカンピンウカですよ。そこが一番、うん、それは洋室大きそうなんで。そうだね、ちょっと洋室がこの辺からこの辺までぐるっとありそう、うん、なんか盛り上がってますね。盛り上がっとるね。盛り上がってます。黄金帝国、黄金帝国盛り上がって。そうですか、勝手に増資でフルストルファーを買ってくると思ってるとは無理でしょう。いや、もしかしたらあるかなとは思ったんだけどそしたらもうチーンだよねさすがにそこは相談はしませんさすがにせんわな、うん、それくらいになってくるとさすがにできんよね。逆にね、相談はしません。だって相談したらダメと言われることが分かっておったらしないよね。そうしないよね、そんな。危険な男や。オスを見たいや。オスや。お、いいじゃない？いいじゃない？どう？お、オスや。うん。オス。おー、マットだね、君も。怒っておるよ。怒っとるね。めっちゃ怒ってるよ。もう立ち上がる勢いで怒ってるよ。角度の問題じゃない、足場の問題じゃない。そうなの？立ち上がったように見えたけど。おー、いいね。うん。うんうんうん。よろしいですよ。火に乗せる？うん。まあ、でもまだ赤いよね、ちょっとね。まだちょっと赤いから。うん。戻しておこう。戻しておきましょう。不全ってさ、なんでなるの？いや、どうなんだろうね、うん、なんかそういう確率でもともとなるのか、何かが、ね、対策できるのか。よく大蔵とか平田であるのは、うん、やっぱりあの添加剤とかで幼虫を大きくして、はい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 、で、やっぱりその通常の大きさより大きくするから、うん、不全になりやすい、なりやすいっていうのは聞いたことがあるけど、うちは何も作ってないからね。そうだよね。だからやっぱりその菌糸を詰めるときにさ、うん、添加剤をこう混ぜ込んでやられる方もいるよね。うん、そう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 。そうするとやっぱり不全になりやすい。うん。なのかなと思うよ。うん、やっぱり無理すると。モーレンですね。はい、同じくモーレンカップ。いいね、やっぱ黄金鬼はいいですね。いいですね。うん。いや、次はババとかローゼンで、あのでっけの出したいね。そうだね。出ました。メス？いや、オス。オスか。うん。あ、オスだね。ちょっとちっちゃいかな。まあ、けどこんなもんだよ。こんなもん、うん、まだ赤いこの子も。そうだね、うん、この子は早急にしまいます。はい、次カンピンですね。カンピンだね、うん、ずっとね。よしよし、なんかそれもオスっぽいね。オスが多い感じか、もしかして。オスなんで、きっとね、洋室の大きさから。うん、モーレンは日本返しか。そうだね、うん、うん、1本目が500でね、やったんだよ。あー、そうなんだ。そう、500でやって、うん、で、次800に入れたんだけど、うん、まあ、暴れたよね。あ、やっぱりそうなんだ。黄金に暴れるんだよね。ちょっとこれオスじゃんね、やっぱり。オスだね、うんチャイチーですけど、何ミリぐらいなんですかね、これ。なんならさっきのオークワの、うん、38とかじゃないの。オークワのメスの方が大きかったような気がするけど。あ、50。あ、50ぐらいか。うん、あ、50、49.4。けど、お父さんそれぐらいだもんね。あ、そうなんだ。お父さん50ミリでしょ。うん、そうだね。うん。まあまあまあ。おとん、うん、おとんぐらいや。おとんぐらいや。おとん、おと、お父さんじゃないですよ。
パパぐらいだね。パパぐらいだ、うん、へいへい。これでもう俺は終了か。あ、そうなの。1オス3、ね、1オス3をやば、1メス3オス、うん、やば、偏った、やばいな。いやちょっともうれん、つらい。オスに偏る。あと何頭、何頭だろう。 2頭ぐらいしかいないぞ。やばみ。3頭ぐらいか。しかも遅いってことはオスなんじゃないの。まあ、けど大きさ変わんないから、あんまりどうなんだろうってところはあるけど、メスだといいね、あと全部ね。そうだね、うん、まあ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 、うん、まあ完品だから。そうだね、とりあえずは、うん、でメスも1頭はいるから OK、うん、とりあえず。そうだね、うん。それからそれから、でここからは、ここからはローゼンベルク黄金鬼クワガタです。そうですね、はい。この子も日本返しなのかな。そうだね、うん。最終的に変えるタイミングがわからないんだよね、3本目とか。なんか急に最後暴れるから、うんうん、まあ洋室を作る、そのあれを作ってるのか、あ、うんうんうん、ただの暴れなのかが、うん、判断がさ難しいね。そう、だけどそんなに大きくはないかな。さっきのやつを見るとでかく感じるよ。あ、メス？え？メスだな。え、これメス？メスだよ。でかくない？そのメス。え、メス？でかっ。いや、このメスはでかいぞ。オスだと思ったんだけど、普通に。ちょっとこれ測ろう。チビオスだと思ったんだけど。違う違う。これはメスです。顎短いオスちゃんやと思ったわ。ぐらいの大きさだよね。うん。怖い、私なんか最近ちょっと怖み、ほらほら、これはちょっとトラトラ測って、大きいぞ最近、恐怖だわ。なんかこれ大きくない？うん、大きいと思うよ。いや、力強っ。力強っ。あららら、 51.2。 うん、うん、お母さんは、この子のお母さん48。おお、だいぶ大きくなったね。母声ですよ、母声。いいじゃんいいじゃん。おお、金色がだいぶいい感じに見えるじゃないですか、これ、うん、おお、大きい大きい。やりましたね、これは。大きいわ、綺麗だな。黄金ね、メスもオスも綺麗だよね、うん、隠れたいよね。ごめんね。いや、このサイズはいいよ。うん、見ましたね、うんうん。いや、オスだと思ってたから。そうだよね。完全に。でもこローゼンはメスばっかりだったんだよね、今までも。そう、だからメス7だったんだけど、メス8。終わった。いや、こっからオスでしょ。オスかな。どうするの、もう全メスだったら。いや、さすがにそれは、うん、あの洋室でかいやん、うん、それでメスだったらもうでっけえやったわ。のメスのがなんか大きいよね。ね。うん。だけどよかった。あ、ちゃんとローゼンしてる。ローゼンしてる。ピカピカローゼンや。いや、顎短いな。そっか、うん。いいよ。うん。うん。うん。顎が短いね。うん。顎が短いね。うん、体は大きいね、うん。体はいいけどね。ポテンシャルは感じるね。そう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 。お父さん63か。お父さん63だから50。うんだね。60いってる？
ギリ60かな、いかないぐらいかな。父声ならすちっちゃいまあまあ完品ですからね。そうだよ、うん、まずはね、そういうことですよ、そこは大事なので、うん、じゃあラスト1頭、これも良質大きいぞ。それはオスだと信じてるだよね、うん、なんかマットの質感が違う、信じてるだけど信じてる信じてる信じさせてあれちょっと出てきたっけ、え嘘じゃあ1位はゴヤ体はちゃんとしてるけどな、チャイチーぞ、けどローゼしてる、うん、顎短い顎が短いっすけどなんだごめんね笑って短いな、顎短いよね、ローゼってこんな短くないやん、違うローゼンってそんな短くない、ローゼンはもうちょっともうちょっとやん、うん、けど太いね、うん、体はねちゃんとしてるんだけどね、体に力入れちゃったパターンだな。 61.2 かなギューンって伸びろよね、なんでここいいよ、ここはいいよね、ここいいよ、そこまではいい、うん、どうした完品ですよ、完品ですね、うん、うん、次や次世代や、うん、そうか危うくメスだと思ったわその私さ、チョンって顎が見えたよね、あそうだ、チョンの短い顎が見えちゃったもんさ、笑けちゃったよね短いちょっと長いの期待したじゃん、うん、あの大きいからさ、様子が、じゃあもうちょっとさっきよりでかいかなって思ってたらさ、顎短かったわ、かわいい、それを期待してしまった、期待しちゃったね、うん、ヨネちゃん TV、まあ、今回はこんな感じですよ笑わしてもらった、うん、けどよかったね、全部完品でしたよ、完品だし、ローゼンがねオス出てくれたから、出てくれたね、うん、うん、まあ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 結果なんじゃないでしょうか。ですね。うん。良かったと思います。うん。いいんじゃない？いいオチでしたよ。うん、いいオチでしたね。スマトラちゃんはなかなか太かったしね、顎がね。うん、そうだね。うん、うん、面白い感じ。いいんじゃないでしょうか。うん、やっぱいろいろな個体が見れると面白いね。うん。うん、ただ偏るね、なんか。ああ、そうだね、うん。モーレンだけね。モーレンね。ローゼンはまあメス。ちょい多めぐらいなんじゃない、うん、うん、7? メス7? メス8のオス2ですね、あ、やっぱ偏ってんな、うん、あと1匹いるんだよ、あ、そうなんだ、うん、まだ幼虫やってんだよね、あの人だとしても偏ってるね、うん、うん、大きくなってくれるといいね、最後のは、どうだろう顎短めで、うん、めっちゃ短くてもいいよ、なんなら逆に、うん、かわいがある、かわいげがあるね、ペアリングはしやすいかもしれない邪魔にならない、うん、ですね、はい、はい、じゃあ今日はこんな感じで、はい、はい、最後までご視聴いただきありがとうございます、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録ボタンをクリックで、ヨネちゃんファミリーへようこそ、 Twitter、Instagram などもやってますので、そちらもお願いします、今日はもうおしまいでよ、バイバーイ、誰もいない、やめろ、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね